よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。清水イアンと言います。えっと、今日は、えー、社会企業家の登竜門というふうにお聞きしています。えー、このイベントに、えー、参加させていただけて本当に嬉しいというふうに思っています。えー、きっと、えー、今日僕の、えー、顔を今見てくださっている皆さん、初めての方が多いと思いますので、まず最初に簡単に自己紹介と自分の 活動につながる問題意識の方から話をさせていただきたいと思います。僕は子供の頃から自然が本当に本当に大好きでした。子供の頃に宮古島のダイビングショップで4年連続ぐらいホームステイをしたり、親にボルネオの森に連れて行ったり、よく白馬にスキーをしに行ったりなどをしてですね、自然と非常に距離の近い子供時代を過ごしてきました。 自然が本当に自分には大切なものだというふうに考えて育ってきたんですが、大学生の頃に今の社会のシステムが環境を破壊してしまっているシステムであるということを知りました。経済活動であったり人間活動の裏で今も自然環境が犠牲になっている、そういったような大きなシステムが存在しています。サンゴは30年前と比べて50%減ってしまいましたし、 森林は今も伐採が続き減少し続けています自分が本当に大好きだって感じていた海だったり森が壊されているこの事実とその大きさスケールですねこの破壊のスケールを知った時に非常に大きなショックを僕は大学生の頃に覚えましたまたですねこの破壊のシステムの一部として自分も活動を続けてきたんだ 何も知らずにそののシステムの一部としてて生きき続けてきたんだ、えー、そこに気づいた時に、えー、本当に本当に大きなショックを、えー、覚えました大学2年生ぐらいの頃でしたねそしてショックを感じたのと同時に一歩引いて落ち着いて考えた時に、えー、気づいたことがありましたそれは私たちが日々呼吸している酸素から 今僕が身にまとっている洋服また今朝も食べた食事さっきもいただいた昼ご飯、えー、全部が元をたどれば自然環境から来ているえつまり私たち人間は全員自然を必要としている自然に依存している存在なんだそのような当たり前のことに大学生の時に改めて気づきましたしかし少し前にした話ですがその自然環境を今のシステムは破壊している あるいは破壊を伴うシステムであるそういったようなことが言えると思いますここには大きな矛盾があるということを皆さんもお気づきだと思います私たちはサステナブルな世の中を実現するためにどうにかしてこの破壊を伴うシステムから再生を伴う地球関係を再生させるシステムへと移行をしていかなければいけませんこの移行を どうしたらできるんだろうか一体移行をさせるために僕には何ができるんだろうかそんなことを考えながらこれまで活動をしてきました。活動自体は大学生の頃に始めました。国際環境 NGO を日本に持ってくるっていうことであったり、環境メディアを立ち上げたり、様々な活動を得て、今はご紹介をいただきました w ィ m o r i という活動に全力を注がせていただいています。 ウィモリとはですね、地球を再生する力を世界中の人々に与えるをテーマとした、えー、活動です。国際環境 NGO としてやらせていただいておりますえ。皆さんもしかしたら世界中の学生たちがえ気候マーチという形で立ち上がっているのをニュースなどで見たことがあるかもしれないと思います。このようにですね、世界中で地球温暖化をどうにかしたい、え環境を良くしたいと思っている人たちが増えています。でも何をしたらいいのかな あんまりそこがわからない。僕も大学生の頃に感じたもどかしさですが、たくさんの人が感じていることだと思っています。そんな無力感を解消するウィモリというアプリをですね、今開発させていただいています。ウィモリは指先から簡単に森林の保全に参加できるアプリです。ウィモリを通して皆さん指先から本当に簡単に世界の森の再生に貢献することができるようになります。 具体的にはですね、様々なプロジェクトを私たちの方で提案させていただいて、それらのプロジェクトに手数料ほぼなしで、指先から簡単にワンタップで寄付をすることができるという仕組みを作ろうとしています。具体的に、またその寄付した行為というのが、どういったようなインパクトをもたらしたのか、それを可視化していきます。例えば、CO2 の吸収にどれほど貢献できたのか、どれぐらいの面積の森林を 自分の行動を通して保全できたのか、また保護した森林にはどのような生物が生息しているのか、こういったことをですねいつでもアプリ上のダッシュボードから見ることができて、あ自分の行動はこんなに大きなインパクトをもたらすことができたんだということをですねいつでも見れるようにしています。w モリはですねこのような行動をしやすい、そしてし続けたくなるあ、これだったらもっとしたいなって純粋に思っていただけるようなシステムを作ることを。 通してですね、世界中の方々、本当に世界中の方々を動員して、えー、地球の森を増やしていきたいというふうに思っています。この活動に参加するとですね、きっとエンパワーメント、えー、自分には力があるんだっていうふうな意識にですね、えー、を持つことにつながっていくと思います。このような形でエンパワーされた再生社会の担い手を増やすことを通して、えー、再生社会をですね、ぐっと引き寄せたいというふうに考えています。えー 8月にですね、クラファンを終わらせていただいて、今、えー、インターナルなワークをたくさんさせていただいてます。コミュニケーション戦略をどうするだとか、今、そういった段階に来ておりまして、12月に、まず英語版からアプリをローンチさせていただく予定です。えー、ウィモリは国際的なチームでやらせていただいてます。えー、僕以外の共同創設者が、えー、ノルウェーにいますね、えー。またスタッフもポーランド出身の日本在住の方であったり、えー、あとは、えー、東京大学院出身の えー、伊藤聡、えー、日本代表のスタッフと一緒に活動を進めさせてていいただいてますえ今日は未来の話も、えー、ここでということでしたのでえ2030年の目標について少し話させていただきますと、えー、森林ポジティブな世の中を目指して活動しております。今は、えー、森林の再生されている面積よりも伐採されている面積の方が多い,多いのでえそれを賞味プラスに。 2030年まで SDGs が終わる年ですね、にしていきたいと思ってます、えー。未来を信じる力に関しましては、チームとボランティア、そしてウィモリのファンの人が、えー、方々から本当に日々、えー、受け取らせていただいております、えー。そんなところで、はい、よろしくお願いいたします。ラストを飾らせていただいて光栄でした。皆さんありがとうございます。